新型ステップワゴンご紹介していきたいと思います。非常に滑らかな見た目のものとなっております。ジャパンカーレスキュー就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はこちら2022年5月26日に発売となりました新型ステップワゴンご紹介していきたいと思います。トヨタの新型ボクシーも取材させていただきましたので、そちらと比較しながらしっかりと解説していきたいと思います。新型ステップワゴン、これからシリーズ化して動画投稿していきますので、ぜひ購入を検討されている方、ボクシーと悩んでいるという方、参考にしていただけましたら嬉しいです。それでは早速新型ステップワゴン見ていきたいと思います。それでは新型ステップワゴン詳しく見ていきましょう。ステップワゴンは3つのグレードに分かれております。ステップワゴンエア、ステップワゴンスパーダ、ステップワゴンスパーダプレミアムラインということで3つのグレードに分かれております。また福祉車両としまして、ステップワゴンスパーダ車椅子使用者や、ステップワゴンスパーダサイドリフトアップシート車などもあります。今回取材させていただいたのがステップワゴンスパーダでしたので、こちらに倣ってご紹介していきたいと思います。こちらの新型ステップワゴンスパーダの方です。 PHEV のタイプでして、ハイブリッド車のものです。残念ながらハイブリッド車には四駆のモデルというのがありませんので、 PHEV は 2WD のみの展開となっております。ですので 4WD が欲しいなという方はガソリン車のタイプをお選びいただくようになります。ここがちょっとステップワゴンの残念なポイントかなと思います。 EV では 4WD のタイプありませんでしたので、そちらが開発されるのを楽しみに待っていきたいと思います。トヨタから発売されている新型ボクシーではハイブリッド車でも四駆のタイプありますので、四駆がいいんだよな、でもハイブリッド車がいいんだよなという方はそちらを選択していただくようになるのかなとは思います。それでは新型ステップワゴンのサイズから見ていきましょう。新型ステップワゴンスパーダのサイズですけれども、全長 4830mm、 全幅 1750mm、 全高 1840から 1855mm となっております。実は新型ボクシーよりも全幅少し大きめです。全長に関しては 130mm ほど大きくなっております。ですので実はこれ乗り込んでいただくと分かるんですけれども、車内空間ボクシーよりも広めになっております。こちら色はトワイライトミストブラックパールです。スパーダ専用色のタイプでして、少し紫がかった濃紺のような少し紫がかった紺色のタイプです。ナスコンっていうんですかね、ナスコンの色味の専用色です。こちら優勝色になりますので別途お値段がかかってまいります。それでは新型ステップワゴンスパーダのフロントのデザインから見ていきたいと思います。今回のステップワゴン、初代のステップワゴンをイメージしたようなデザインに切り替わっています。一つ前の世代のものとは少し印象変わってきております。すごく箱型を意識したデザインになってまして、本当にシンプルに作られているなという感じのデザインです。ここもこうまっすぐですし、こうまっすぐに降りている感じですね。ただしここにこうキャラクターラインがスッと入ることによってデザインの印象が引き締まって見えてるかと思います。でもそれ以外の凹凸というのが全然ないので、非常にシンプルにさっぱりとしてるんですけれども、引き締まって見えるように作られています。このホンダのマーク割と大きく入ってますね。大きく入ってます。ここグリルの部分が少しグレーみがかった若干光沢のあるグリルですね。こういう横の穴、横穴みたいな感じになってます。新型のボクシーの方が結構ギラついた印象のデザインになってましたので、本当にシンプルめに、でもこう細部にこだわったような作りになってます。ここメッキもこう入っております。下の部分もフロントサイドリアと全てこの一番下側ですね、ここにメッキも入っております。ここはピアノブラックの塗装がなされております。ここも網網形状のグリルになっております。運転支援技術のホンダセンシング搭載されてますので、このあたりここですね、センサーが4つフロントついております。横から見ていただくとよくわかるんですけれども、非常に滑らかな、まっすぐですがまっすぐのこう曲面という感じですね。非常に滑らかな見た目のものとなっております。少し雨が降ってましたので水滴ついてますけれども、ここがオーナーのセンサーライトですね。
ヘッドライトは三眼のタイプです。ここの部分がデイライトとウィンカーを兼用するライトです。横のラインが結構強調されているので、ぐるりとグリルの部分でシルバーのメッキが使われています。下側も同様にぐるりとメッキが使われています。今回のステップワゴン、スパーダとエアーの2つのグレードがありまして、今回はスパーダですので、ちょっとかっこいいめのスタイリッシュな大人っぽい印象のデザインになってます。エアーの方は割と可愛らしい明るい色味なんかもありますので、内装色も明るい色味になりまして、女性に人気が出そうなのがエアーですけれども、こちらスパーダの方は大人っぽい印象のシックなデザインでまとめられております。ライトのスイッチの動かし方見ていきましょう。こちら通常はオートにしておいてください。これでデイライト、今点灯オンにしてましたのでついています。こうするとこれでスモールですね、フォグランプもついています。さらにググッと下までやることで今オフになりまして、完全にデイライトも全て消えている状態です。ここから戻すにはまたこうしてオンにすると、これでライトがついている状態です。これでもう一度すると、今はデイライトの状態です。これでライト点灯状態ですね。で、ライトをこうしますと、ハイビームです。それでは、ステップワゴンスパーダのライト点灯も見ていきましょう。こちらライトがフル LED ヘッドライト、インラインタイプ、デイタイムランニングランプ付きです。オートライトコントロール機構付きです。ヘッドライト、ステップワゴン、エアーとスパーダではマニュアルレベリング。プレミアムラインになりますとオートレベリング機構がつきます。また、ハイビームも、ステップワゴン、エアーとスパーダではオートハイビーム。プレミアムラインでアダプティブドライビングビームがつきます。ヘッドライト、三眼のタイプです。ハイビーム点灯で3つライトがつきます。こちらのデイライトはウインカーとダブルファンクションタイプになってまして、デイライトとウインカーが切り替えてつけられます。 LED フォグライトは全車標準装備です。ステップワゴンスパーダとプレミアムラインには LED アクティブコーナリングライトがつきます。 LED アクティブコーナリングライトはヘッドライト点灯中にウインカーを操作し、さらにハンドルを約95度以上に操作した時にヘッドライトの照射範囲よりもさらに内側、ちょうど横断歩道のあたりですかね、そのあたりを照らしてくれるライトがついています。ウィンカーはシーケンシャルのタイプとなっております。それでは後ろ側もライト点灯をチェックしていきましょう。縦のラインにスーッと入ったライトが印象的な後ろ姿となっています。給湯式 LED ハイマウントストップランプ、テールランプ、バックアップランプもつきます。へこみみたいなものがあるんですけれども、こちらスライドドアのスイッチです。センサー式のスイッチがついております。ここ触ります。そうすると閉めることもできます。